検索したら出てくるんじゃない？スマホスマホっと。あ、出た。せっかくだし、しずくも一緒に占ってみましょうよ。うん。ようやくできた。まったく、答え選ぶだけなのにどうして10分もかかるのよ、あんたは。それで、しずくはどんな動物になったの？私は…サイって書いてあるよ。サイ？雫のイメージとはほど遠い動物ね。それで占いにはなんて書いてあるの？サイのあなたは向上心があり、目標を追い続ける努力家です。意外と当たってそうね。ですが、興味のないことにはとことん興味がなく、無頓着で大雑把です。また好き嫌いが激しい性格で、好きなものには強い執念を見せます。知らなかったわ。もしかしてこれが本当の私？さすがに違うでしょ。そう？それで愛梨ちゃんの結果は？ああ、私はライオンみたいね。いいね、ライオンさん。強くてモフモフで可愛いし。まあ猫科だし可愛くないこともないけど。内容はと、ライオンのあなたは正義感が強く、不正を許さないリーダータイプ、強い反骨精神があり、自分が信じたものは絶対に曲げません。また身だしなみにも気をつける性格で、美意識が高いと言えるでしょう。すごい、当たってるね。まあそうかもね。じゃあ続きを読むわよ。ただし自分を曲げられないため、世当たりは異常に下手くそと言えます。人とうまく折り合いをつけられず、仕事では成功しづらいタイプです。理想を高く持ってしまいがちなため、夢はあまり見ない方が良いでしょう。高望みはせず、身の丈に合った選択をしましょう。愛梨ちゃん、落ち着いて。わかってるわよ。雫は全然合ってなかったのに、なんで私の方は微妙に合ってなくもない内容なのよ。笑って流せないじゃないの。答えに迷った質問もいくつかあったし、試しにもう一回やってみようかしら。ちょっと何笑ってるのよ。研究生時代のことをちょっと思い出したの。ほら、研究生全員で神社に初詣に行ったことがあるでしょ。その時愛梨ちゃんおみくじで大凶を引いちゃって、その後大吉が出るまで何度も引き直して。ちょっと、なんであんたはそうやって覚えてなくていいことばっかり覚えてるのよ。私にとっては黒歴史なんだから忘れなさいよね。そうかな。私は愛梨ちゃんの前向きで、どんな時も諦めない姿勢はすごいなって思うよ。愛梨ちゃんのそういうところ見習いたいなっていつも思ってたの。え、まあ見習いたいなら勝手にすればいいけど。うん。それじゃあ私も愛梨ちゃんを見習ってもう一回占いしてみるね。今度はぴったりな内容になるように頑張るわ。見習うとこそこなの？っていうか、自分から合わせに行ったら占いの意味が。まあ楽しそうだし、いっか。あ、愛梨ちゃん見て、私何かの抽選に当たったみたい。ほら、あなたは超ラッキー。簡単な質問に答えると無料で家電製品もらえますって書いてあるよ。は？ちょっと待って、しずく、それ絶対詐欺だから。ここを押せばいいのかしら。こら、詐欺だって言ってるでしょうが。今すぐそのサイトから離れなさい。